リス、なんだかフラフラして。まあ大変。お顔が真っ青ですよ。休みましょうか。ああ、ありがとう。少し休めば良くなると思う。アリスさんにはこちらの空気が合わなかったのかもしれませんね。あ、違うの。そうじゃなくて、きっと今までの疲れが一気に来ちゃっただけだから。だからシャルニーニがそんな顔しなくていいの。私、何かお体にいいものを探してきますね。え？うん、ありがとう。はい、飲み物。ありがとう。うん、美味しい。大丈夫。しっかり休んだ方がいいと思うんだけど。ああ、平気平気。レオンは優しいね。そう？うん、気の利く子に育った。育ての親が良かったからだね。本当はね、寝不足で気持ち悪くなっちゃっただけなの。昨日あんまり寝てなくて。もしかして昨日から具合が悪かったとか？眠れなかったの。ニーメルのことを考えてて。私、こっちに来てからニーメルの様子がおかしいことは気づいてたんだけど、体調が悪いだけなんだと思って、それ以上考えなくて。苦しんでたって気づけなくて。それは僕も同じだ。あんなことになるまで全然気づかなくて。ずっと一緒にいたから、ニーメルのことは何だって分かってるつもりだった。私、レオンもニーメルもいつまでも小さいままだと思ってた。そんなわけないのにね。どんどん成長してるんだよね、レオンもニーメルも。僕は見た目もみんなと同じくらいになったしね。そうね。僕もいつの間にかアリスより老けて見えるようになるんだろうな。こればっかりは種族の差だから。悲しいな。なんでがっかりするの？僕がおじさんになるのが嫌なの？そうじゃなくて、その、ううん、なんでもない。気にしなくていいの。こっちの問題。ごめんね、レオンも悩んでるのに。お母さんが落ち込んじゃって。あ、そうだ、ちょっと聞きたいんだけどさ、どうなのよ最近。どうなのよって？ほら、好きなことができたんじゃない？最近は戦いばかりで、あんまりそういうことは。そっか。いやいや、最近はってことは前々から好きな子はいるんじゃないの？しかも案外身近にいるんじゃない？いるよ。でもこれ以上は答えないからね。ますます怪しい。私に隠し事なんてしても無駄よ。もしかしてターナとか？黙秘します。じゃあテトラ？お答えできません。それじゃあアプリ？質問の意味がわかりません。もしかしてニーメル？口が裂けても言えません。じゃあ、私？なんてね。そうだよ。え？私？本当だったらどうする？本当に？冗談なんだよね。どうしよう。もちろん嬉しいんだけど、
でも、やっぱり。冗談だよ。答えないって言ったじゃないか。もう、お母さんをからかわないの。よかった。もう大丈夫みたいだね。みんなのところに行こうか。そうね。ごめんね、心配かけて。だからって、お母さんをからかっていいわけじゃないのよ。